じゃこんにちは。はい、さあ豊さん、昨日神様が初のほにゃらら、まあお立ち台、そうです、村神様、村上選手が初の、いやそれ中継言ってたもん、豊さん解説してましたよね。あ、そう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 なんか昨日ホームランを打つだろうなっていう予感メーターのことは、はい、中継スタッフには言ってたんだよ。打ちましたね。打った打った。俺3打席目って言ってたんだけど、はい、まあ1打席目からな、打ちましたよ。いや見事なホームラン。そうですよね。やっぱ彼が打つと雰囲気が変わるし、うん、はい、やっぱチームがなんかこう動くような感じがするね。そうですよね、うん、しかもヤクルトは昨日快勝。そうだね、しました。久しぶりになんかこう、うん、まあ楽って言ったら変だけど、はい、まあ点数的には楽な試合ができたよね、うん、ですよね。その前のカードの阪神戦が、はい、結構あのなんていうかね、キリキリするような なあれも勝ててたんだけどね。はい、まあ阪神も勝ってたか、うん、なんかこういい試合をね、そうですね、接戦するね。まあ投手陣がお互いにいいからね。そうなんですよね、うん、というわけでそこまでは昨日の試合までは村上選手、まあ、1割台の打率だったのが、まあ、昨日で2割2分2厘ということで、うん、いやただね、はい、虎の子の1点を叩き出したりだとか、はい、勝負にはすごく絡んでる、打点を上げてるのよ、うん、そうですよね。率はまだ上がってきてはないけど、はい、勝負どころでの1点、はい、タイムリーとかは結構打ってるからね、村上はね。そうですね、うん、まあ、打点も7で、まあ、ホームランがまだ今シーズン、まあ、昨日含めて2と2、ね、いうことで、うん、ちょっとどうでしょう、村上選手の本領からすると。いやでもどうですか、まあ徹底マークされてるし、うん、WBC 帰りっていうこともあるしね。だからそれはそう簡単にはいかないよね。マークも厳しいもん、やっぱ見てると。プライベートのマークも今厳しいみたい。厳しい、もうがんじがらめに貼られてるということを本人が言ってたけどお立ち台でも言ってましたよね。いやでもああやってね、お立ち台で何を言ったかって言ったら、はい、僕を信じてついてきてくださいってファンの人にメッセージしてたけども、はい、そのやっぱ彼も独身だし恋愛もするよ、だからいいやんな。まあいい、全然いいと思います。誰と何しても、なんか隠し隠しするよりはさ、うん、まあああいう風になんかそういう記事を認めながら、でもほっとしといてくださいよっていう感じで、うん、正々堂々と言ってたし、だからすごい好感が持てたしね、うん、そうですね。しかもまあ記事も本当のこともあれば、うん、全然全く異なることもあって、まあまあもちろんね、友達と言ってたとか、うん、でもそういうことのその言い訳もせず、うん、いや僕をとにかく信じてくれという、はい、ね、あの言葉にはすごく説得力があったし、はい、あのファンの人もなんかそういうことをなんかヒーローインタビューで聞けるなんて思ってなかったし、はい、だから良かったと思うよね。そうですね、ああやって正々堂々とね。しかもまあ交際を認める認めないは別問題としてね、はい、で野球選手の村上を信じてくださいみたいなね、うん、だから非常にいやらしさも全く残らないし、はい、なんか違和感も全くないし、はい、まあ新しいスタイルだなというふうにお立ち台で、お立ち台でそういう活用の仕方もあるんだな。そうだね、あれなんでか知ってる？ヤジがあったんだよ。ヤクルトファンからですか？そうそうそう、ヤジが飛んでそれで苦笑いから始まったんだよ。それで、まあ、自宅も、うん、あの記者の方がすっごい貼られてるっていうね。まあ貼られてると分かるからね、腹と腹かけてるんですか。そうそうそう、分かんないですけど。いやだからそうか、まあ新しい感じだなと思ってね、まあ、ね、見ててすごい忙しいというか良かったですよね。しかもあのちょうどその記事が出た日にホームランも打っちゃって、まあなっていうなんか、うん、いや別にいいじゃんみたいな。まあ別に俺はどうでもいいけど、ね、どうでもいい、確かに。いやでも村上にはやっぱこういい女性とね、自分を高めてくれるような女性とお付き合いしてほしいし、はい、そのは全然いいと思うよね。そうですよね、うん、ただやっぱり村上選手の調子が上がってくる来ないで、やっぱりどうでしょう、今シーズンのヤクルトというチームの優勝っていうのもかかってくるんですか。いやでもね、ヤクルトはやっぱ強いわ。昨日見ててさらに思いました。あ、どこが強い。あのね、昨日山田が1個走ったのかな、はい、で13盗塁、うん、チーム盗塁数が断トツですね。で2位の阪神が一昨日現在で5つしか走ってないんです、はい、まあ、しかって言ったら変だけど、うん、これが1位2位なんだよ、はい、やっぱり打てない時にいかに得点圏にランナーを進めて点に結びつけるかっていうね、うん、オープン戦の時からそういうテーマを持ってオープン戦やってるよね、はい、オープン戦もね12球団中2位かなんかなんだよ、盗塁数が十何個なんだよね、うん、
だからその打てなくなるだろうという危機感を感じてたのかどうかわからないけど、はい、高津監督がやっぱ走らしてるんだよね、オープン戦の時から。そうだったんですね。まあ、そういう準備をしてるわけね、はい、だからいい準備をオープン戦でして公式戦に入り、やっぱ WBC 組3人出したよね。そうですね、まあ、山田、村上、中村と、はい、この3選手がやっぱ調整がどうなんだろうっていうことを鼻から頭に入れたような戦い方だよね。そこも含めてってことだったんですね。だからまあ彼らは待ってりゃ打つと思うんだけど、はい、まあ、だけど打てない時期の時にどうやって点を取るかっていうのをやっぱしっかり考えてたような気がするんだよね。今まあヤクルト首位なんですけど、うん、打率が1割7分7厘とこれはワーストなんですよ。なのにまあ防御率が 0.99 といいので首位にいる。い 1.77 のチームが、ちょっと待って、防御率1点と、はい、2点取ったら勝てるんだからな、はい、だから昨日は村上のツーランで中村のあのラッキーなヒットで3点取ったけど、はい、もうそれで勝ちだから。やっぱね、投手陣は確かにいい。いいですね。いや見てたらね、はい、で中村リードもいい。やっぱ高津監督の使いどころっていうのが素晴らしい。例えとか例を挙げるとどういう使いどころ、まあ、例えばさ、はい、ランナーが溜まってまだ4点差あったんだよね、はい、でその4点差あった時に2人ランナー溜まって外なのね。で外って一発があるじゃない。でもサイスニードからファーストファールフライセカンドゴロ、これも力のない打球だったんだよ。で回は6回ぐらいかな。それで変えるもんね。ここで変えるんだって。変える理由って何なんだろうって思うぐらいの采配だったんだけど、星に代わって星が外を三振取るという、より安全な方法、まあ、ホームランが出ても1点勝ってるけども、はい、でもやっぱここでホームランを打たれるとやばいなみたいな危機感があるんだろうね。それはサイスニードに感じたっていうことなんですか、ね、より安全に行くには星を使う。あ、ここら辺がやっぱシビアに使ってくるよね。すごい小刻みに、ね、そう、それで一人でもう回またがせないんだよ、はい、ああいう采配を見てるとやっぱすごい監督だなと思うよね。石橋を叩いて渡ると。そうですよね、うん、慎重にっていうところで。ただこの打率今は177ですけれども、もちろんここから上がってこないとっていうことで、打率チーム打率177で優勝したチームは多分ないですよね。いやだからこれは絶対上がってくる。うん、まあ、村上も、まあ、山田が良くなってくるかな、はい、全体的に、まあ、サンタナがちょっと悪いけど、うん、サンタナも上がってくるだろう、ね、そうなってくるとやっぱ本来の姿になってくる、うん、でピッチャー陣はいい。そしたらまあ A クラスは絶対外さないよね。今から優勝っていうとさ、はい、ちょっとまだ早いから言わないけど、はい、あの A クラスはもう絶対キープしていくだろうなっていうふうにはもう思うよね。あと塩見選手がまあ帰ってきたりとかでまたさらに例えばチームがぐんと勢いが、まあそうだね、だから、まあ、今苦しんでるのは、まあ、打てないこともあるけども、うん、やっぱ 1,2 番の固定っていうのにちょっと苦しんでるよね、はい、まあ、そのぐらいだよね。あ、他はじゃあ心配要素ってそんなに今のところ見当たらないですか。まあ上がってくるか上がってこないかは分からないけども、はい、普通は上がってくるよ、うん、こんな打率ではないよ村上もね。そうですよね、うん、だから上がってくるのはもう間違いない、うんうん、間違いないけどもこれがいつになるのかね。まあそうですね、うん、村上選手が今状態が、まあ、なかなか上がってこないっていうのは、それって何か理由があるんですか。いやそりゃさあの WBC やってきて、はい、あれだけ究極のもう1年間以上のプレッシャーを感じて、はい、あそこで立って打てて優勝もして帰ってきて、はい、疲れないわけないよね。やっぱ疲れあるんです。当たり前だよ時差もありながらやりながら、あのままいい状態で乗っかっていけるってわけではないんですね。一回何かこうやっぱ達成感があるじゃんそこに、はい、やっぱ最大の目標、まあ、最大の目標はヤクルトの日本一、うん、次に、まあ、次かどうか、まあ、並んで WBC の世界一っていうのはあったと思うんだよ、うん、まあ、達成感、まあ、その中でも中軸打っててあれだけ打てずに苦しんで、うん、アメリカ行ってやっと調子を戻して達成をした、その達成感の裏には脱力感しかないよやっぱり。よし今シーズン入るからよし気合い入れてって持たないよ体が、気持ちが。そうです、だから一旦オフリセットしてからだよね、はい、だからそのオフリセットするまでの時間もやっぱちょっと短かったような気がするけどね。まあそうですね、うん、ただで周辺は賑わしいとそうですね、周辺賑わっちゃった去年の10月の話ですよ。 あそうなの。そうなんです、去年の10月にみんなとカラオケに行ってご飯行ったところを取られて、なんで今なんだって話なんですけど。あ、そう、そうなんですよ、まあいいじゃんな、ね、
まあオフはね、まあその息抜きもしないかんし、はい、こうストレス発散というか、うん、そういうこともしてほしいしね、はい、うん、だからみんなで行って、まあ、2人きりで行ったっていいよな。いや全然いいと思います、うん、だからそんな騒ぎ立てることなのかなっていうね。いや不思議ですよね、そっちの方が、うん、ちょっとおかしいな、うん、ちょっとなんかね、あのどのジャンルもそっとしといてあげればいいのにな、うん、やっぱゴシップって好きなんだね、みんな。やっぱそうなんでしょう ね。なんか、なんかな、やっぱ時の人だし、すごい人だし、ね、まあまあそうだな、まあ、それだけ人の目がね、もうついて回るっていうことだから、うん、でも堂々としてってほしいな。そうですね、うん、これでどうのこうのじゃなくて、こそこそこそするとな、まあおかしいことになるし、うん、あとなんか、これで打率が例えば下がって調子が上がらなくなると必ず言われるのが、相手の女性がとか。いや、それは全く関係ない、ね、本人の、ね、本人のことだから、ねそれは全く関係ないし、うん、やっぱりやらないといけないしね、もちろんね、うん、本人がやっぱ給料に対しての責任は取っていかなきゃいけないから、うんうん、だからそこら辺はやっぱこう考えて行動するんじゃないの。そうですよ、ね、村上ぐらいだったらね、もうそうですね、なんか人間的にもしっかりしてるし。そうだね、まあそんなことでへこたれる男でもないしさ、うん、そんなことも微塵も思ってないと思う。ただヤジが飛んだからそれに対してちょっと待てと、うん、俺を信じとけということで、うん、男らしいよ。いやそうですよね、本当見てて気持ちよかったですよ。まあ、そういうことなんだ、はい、あと、はい、去年ヤクルト の躍進といえばやっぱりぶっちぎりで序盤からこう、はい、打って打って、で、まあ、ちょっとコロナ禍で一回ちょっとそれがストップしちゃいましたけれども、うん、っていうのでイメージがあったんですけれども、今シーズンはちょっと序盤あの出だしって去年とまた違うのかなっていう風な見方もあるんですけど、まあ、ただあのいいスタートは切ったよね、チーム全体的にはね、はい、まあ、数字は上がってないけど、うん、ピッチャーの数字は抜群だけど、うんうん、他の数字は、まあ、盗塁ぐらいで、はい、抜群な数字っていうのはないよね。まあ、その中で戦えてるっていうのは、うん、本当の強いチームだよね。選手層も厚いしさ、はい、もう素晴らしいよ、素晴らしいチームに仕上がってるよそうですね。またやっぱ高津監督はやっぱこう先見の明があるね、いろんな選手に目をつけて我慢をするというね、はい、うん、まあ素晴らしいよな。そうですね、はい、まあ、今年もやっぱりヤクルト強いなっていうのが開幕から見て取れますね。はい、はい。